おいおいおい、カンスト勢がいるぞ、こら、来たな、ついに。はい、どうも皆さん、こんにちは、サワヤンゲームズでした。はい。おい、聞けよ、やってきたぞ、カンストクソ野郎が。ここ。はい、スタート。てことで、本日は、カンスト勢を、まあ、ブチブチにボコボコにするっていう企画になっております。でこれしっかりとケツつけしてこの緑コーラを吸ったら出遅れてしまうけど、まあこれはちょっと落ち着いて慌てずにダブルを回収すると。さーて、カンスト勢には勝ちたい所存ではある。これちょっと緑コーラを軽くこうスナイピングして、何に当たったんだ今。危ない危ない危ない。さーて、このコインをやっぱり回収していくことによって後半の伸びが変わってくるけど、アイテム取り損ねる。でここでジャンピングアクションしっかりと決めて、このショートカットを上がっていきたい。さあ10位でなかなか厳しいとこにはいるけれども、さあ2周目ダブル回収できない。あー、キラーやめて。さてここでダブル回収。さあさあ、カンスト勢どこにいるか分かんねえな。ぶっちぎってんのかな、やっぱり。ああ、ファイヤーボールやめろって。さあしっかりリカバリーキノコをして、いやー、またファイヤーボール来てる。当たりたくないから前方逃げる。前方逃げてこのダブルしっかり回収したい。ダブル回収できない。さあしかし順位はそんなに悪くない。カンスト勢に勝つことだけを。さあドンキが逃げてる結果になってるけども、さあこっからね。おいお前、両方アイテム取られてんじゃねえか、こらお前。はーい、さあまだいける。だからこれ全部ぶん投げて無限しっかり即使いして、青ゴラでドンキーが譲り合ってるけど、譲れてないね、あれ譲れてないから。これもしかしてカンスでまた1位じゃないこれ。くそが、きた、キラー上がれ、いけ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 。あーかーん、誰が1位、カンスト勢だ。さあで2レース目はプクプクビーチ。あのね、空豆悪い字だね、あいつに絶対に勝つ。さあ集中、3、ここスタート。さあ待てよ、もうマジ絶対勝つ。このアイテムは絶対に最初取れないから、もうこれ諦めるしかなくて、コインを1個しっかり拾ってくる。でこの最初の被弾をどうしても避けたい。よし、ダブル回収。あ、いいね、キノコ2つ、おいしい。一気に前方に上がれる、これはいいね、いいね、いいね。全然上がれてないけど、だから赤コーラ投げられたらお前たまったもんじゃねえんだよこっちは。お前さあ、こうキノコを使ってショーツカットを決めて、コイン回収して、このコインも回収すると。でここでしっかりとアイテムを拾って、キノコ3つでこのコインを回収で、またどんどん上がっていきたい。どんどん上がる。ゴリラにしっかりとアイテムを取られて、1回アウト膨らもうか。コインで、またコイン。結局ね、コインをどれだけ回収できるかっていうゲームだから。でこうシングルでいい。さ、当たらないことを祈って。さあ6位、どこだあのカンスト勢は。よし、アイテム取れた。あ、パックいいね。食え食え食え、上がれ上がれ。よしよしよし、だあ、危ねえ。おら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 、キノコここで来ないの、マジ。ああ、おら、もうキノコ来なかったら勝てへん
乾燥勢だけにはマジで頼むから、もう最後ダブライトで来い、キラーでも何でもいい、来い。あー渋い、いいぞいいぞいいぞ、上がれ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 、あー上がれへー。もしかさあ3レース目はサンシャイン空港のミラー、カンスト勢にまだ全然ねコミュニケーション取れないね、このレース中にどんどん突き放されてしまうこの現状で、ここリベンジ勝ちたいということでね、ちょっとね昨日もね皆さんに言ったんですけれども、スマブラの方をねちょっとお休みして、いろんなねスマホのゲームとかちょっといろんなゲームにちょっとチャレンジしていきたい所存ではあるんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。でね、今回もし関数勢に勝った場合はぜひ皆さん、コメント欄でね祝福の言葉をねいただけると嬉しいっす。いやらしいバナを、あーミスった、ダブルコーが失敗した。でもこの関数勢は今視界に捉えられてる、やめろ、当たるなよファイアボール、よし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 、ぶん投げろ、やばい自分に当たりそう、あ、折れた、よし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 、さあこのキノコ美味しい、このキノコでしっかりとショートアップ決めていきたい。どうだったっけ、こうやんな、ほら、あー完璧じゃない、いたーいたぞ貴様ー、カンスト勢は目の前、さーてーどう貴様を調理、こいつ調子こいつ絶対バックスなしてくるからしてこないね。さあこれでちょっと一回こいつら戦ってもらうわ、で俺はこのキノコできちんと駆使して上がってきたよ。はっ、何に当たった今、いった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 、いいぞ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 、さあ俺にはこのキノコがあるから、このキノコでしっかりショートカット決めれば勝機あんじゃない、ほら来た、カンスト勢待って、これはちょっと前開けてダブルアイテム取りに行くのがベストだな、ちょっと後膨らみます、よしこんなもんだな、よし来い赤、くそーボムじゃ届かんな、やーべー、くそリーカー、いい勝負だったな、関数勢目の前だぜ貴様、待っとけ次4列目確実調理してやるわ、さあ4レース目はモーモーカントリーのミラーですね。はい、ということでね、カンスト勢にはここで勝つと、正直このコースはすごく苦手なんだけど勝ってみせるぜ、待っとけよこら、牛引くわ、牛をしつこいと引いてダブル回収、さあこのキラーは意外と美味しいのかと思ったらもう結構時すでに遅しな感じがする、カンスト勢見て、もう一回、さあってやっぱりね最後は勝って終わるのがまあポリシーということで、もう一発カンスト勢に臨んでいきたいと思う、ここスタート、さあマジ被弾だけを下げることを大抽選で考えて立ち回りしていきたい、でこのアイテム絶対取って、よし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 、バナナあることによって被弾はもうあない、さああとはしつこくついていく、さあどっち来る、こっちか、よし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 、でダブル前、よしボムでしっかり後ろのやつをしばいていく、でこのコインをしっかり回収してバナを置く、オッケー、いいすごくいい、で関数はどこだ、後ろにいるね、さてこいつでもない、俺関数に勝つことだけを今から意識してやるから余計なことはしない、マジでこのままいく、
で2位と1位で潰しちゃってもらう。爆殺すんだよ。よし、お前そっち行け。いいぞいいぞ。さあ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 、お、被弾してる被弾してる。1位に躍り出る。来たんじゃない。はい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 、来たよ。ミスだ。ガバ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 プレイ。そうなるよね、そうなるよね。マジでやめろ。うわー、せっかくいい順位できたのに、やばい、めっちゃ溜めたせいで頭バカ痛くなった。まだ上がれる。さあこの順位でじゃあ何ができんのってことなんだけど、まだいける。さあどっち来る。そっち。うん、よし、さあアイテムした。うわ、アイテム弱い。あ、これいったね。さあこのダブルシュ、よし、キラーいけ、飛ばせ。ナイスショートカット、きた。キラーで勝ったんじゃない。どうどう。キラーで勝利、最後はアイテムで勝ちをつかみ取る。あれが